チーム力が非常に上がってきたんだという鈴木監督のコメント。さあまだ前を見ていますが、スペース空いたところ、さあボールが入ってきた、佐藤がボールを持って右足シュート決まった。前半4ゴール目を決めました。いや非常にね、こう奪ってからね、このオフの動き、受け方って非常に良かったですよね。ここですよね、しっかりとこうスペースを見つけて、もう奪った瞬間にスプリント入ってましたんでね、このシュートのところも逆サイドに、ね、振り抜きましたよね。さあルキアンへの1本のパス、さあこれが通るか、ルキアン、パスが通りました。さあルキアンのボールになって、右足のシュート、6試合連発、もう最終ラインからのこの1本のパスですよね。やはりこのディフェンスの背後の裏のスペース、ルキアンがねこう動き出して使うと、タイミングよく使うとゴールまで行きましたよね。まあここのところのシュートの質、素晴らしいですよね。さあそして左サイドから仕掛けていくのは岩田、松本、一旦戻して遠藤、右サイド見ています、鈴木優斗のところだ、落としてルキアン右足、後ろから山シュート決まった。すぐさま逆転に成功。このパスも素晴らしいですし、この鈴木の動き出しも素晴らしい、非常に、ね、こういいプレーが重なった中で、まあ、ルキアのところでねこう仕留めたかったとは思いますけれども、ね、その中で山本康介もしっかり2枚目から飛び出して感じて動き出して、大津と当たって伊藤真希と縦にボールを送る、またルキアンのところにパスが通る。さあここのサポートの選手いるか、中には山田裕樹もいるが、どこを使うか、横幅だ、鈴木優斗の右足だ、3点目。いや非常にね、ここもそうなんですよね、ディフェンスの背後のところですよね。まあ、ルキアンがここで時間を作った中でゴールに向かってコントロールもしましたけども、その中で時間できたことによって山田と鈴木がねこう顔を出しましたよね。非常にねこう連携、お互いのこうプレーが噛み合った、山本康介、松本雅也、そしてもう一度鈴木優斗、狙ってきました。縦パスつながりました。山田裕樹が自らボールを持つ、右サイド上がってる選手、自分で狙っていった。山田裕樹のゴール、まあここの動き出しもね良かったですし、この山本のり道がこの外を回ったことによってね、この中空きましたよね。なるほど、このシュートの選択肢というのができましたね。まあ非常にこう2人のね連携の中で、非常に生まれたゴール。横パス山本康介、縦の奥手ルキアン、さあルキアンがちょこんと合わせて山田裕樹が出てきた、右足のシュート。いやもう今もここにねつけることによって時間が生まれるんですよね。その中で山田がね、そのボールを奪ったのは山田裕樹。さあ高い位置からクロスが上がって、ルキアンヘディング、ファーザーに流れてから鈴木優斗右足、その中でシュートで終わりましたね。まあ非常にキーパーの田中、ナイスセーブじゃないです。さあ右サイドクロスが上げられるか、クロス上がりましたが後ろいました永田がどうだ、シュート狙ってきた、左足。さあしかし左サイドからボールをつながります。さあカットイン仕掛けてきて縦に送ったところ、小川航基の左足、そして詰めてる小川大輝のシュート。こう岩田としてはこうシュートで終わることっていうのは大事なことですからね。まあ小川航基もね、さあ高い位置から武坂前に送りますが、そこに走ってる選手、ここに鈴木優斗がいます。そしてここで大きな笛が鳴りました。